三人目のスピーカーの須藤玲子さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします,しますこんにちはこんにちは。本日よろしくお願いいたしますはいよろしくお願いします山形県鶴岡のプロジェクトと聞いて今から少しワクワクをしてるんですがぜひそのきびその話プロジェクトの話を聞かせくださいはいええー、布の須藤玲子です あの本日は本当に私の尊敬するリーさんとそして大好きなフィリップさんのプロジェクトに参加できて本当に光栄ですまたあの準備してくださった家康さん本当にありがとうございました、えー、私は、えー、テキサルの規格製造販売を行う会社布を運営していますが、えー、布は今9人です全ての業務を行っています 物を売ること、作ること、経理から全部やるんですけれど、1984年の設立から日本国内での,布,の布作りにこだわってきています。えー、これまでに約2500点余りのテキスタイルを作ってきたんですけど、えー、世界各国の美術館35にあのテキスタイルが保存されています。えー、本日は D さんから。 えー、課題が出ました布の可能性織物の可能性について話してほしいと、えー、その問いへの答えとして、えー、日本で唯一生産している天然素材は実は絹なんですねでその絹をテーマにして布作りについて話をしてまいります。 私たちが2008年から取り組んでいる日本の東北山形県、えっと、先ほど無地のあざみさんが、えー、紹介されてた地域発展プロジェクトをしている酒田市の実は隣に鶴岡市という町があるんですけども今も絹の製紙工場がありますそこでは無駄を出さないことを目標としてきび草を使った 布作りを行っています、えー、実はあのこのや鶴岡っていうところはすごく面白いところで今でもシルクの製紙工場が残ってるんですけどそれと同時にですね、えー、日本の三大古代,古代繊維っていうと,、えー、とシナとそれからくずとあと芭蕉なんですけど。 このシナっていうのはなんと紀元を紀元前10世紀まで遡るっていう木なんですね大きな木ですあの。それこそ無印の銀座の、えー、お店の真ん前にはこのシナの木の並木がきれいにあの今でも生えてるんですけどあの木を切ればあの木の皮でこの繊維が作れるんですけれど、えー、素晴らしい伝統素材が今でも 保存されれてて作られていますそれともう一つすごいのがその紀元前10世, 10, 10, 10世紀まで遡る品と同時にですねスパイバーという、まあ、最先端素材ですね雲の糸を人工的に作るスパイバーも実はこの鶴岡で研究が進められているんです。 えー、日本に養蚕、えっと、が中国から伝わったのは紀元前200年と言われているんですけど、えー、現在日本には絹の製紙工場は2か所しか残ってないんですね。1つは、えー、群馬県の桐生あ、群馬県ですね。桐生じゃない、薄い製紙というところですね。えー、70%を生産しています。でその残り30%が山形県の鶴岡で作られています。 日本のシルクっていうのは1900年には生糸、えー、の輸出量が世界一になったぐらい、えー、重要な基幹産業だったんですけども1940年30年の終わりぐらいからあのアメリカでのアイロンが誕生しますねそうすると絹の消費量が一気に激減してそれからどーっと、えー、生産量は減ってきます。 スローカでは今でも日産が開発した自動葬式で日本産の繭から生糸を製造していますえ。実は日本に養産が今も残っている大きな理由が、えー、皇室で今でも皇后さまが蚕を飼っているんですねで。養産を始めたのが1871年です。今でも皇居内のもみじ山御養産 御養三所っていうのがありまして代々養蚕が続けられています、えー、この前ちょうど美智子様から雅子様にえその技術が伝わりましたえっとここ眉が2つえ出てますけれどもこれが通常の中国から伝わってきた火山糸と言われる眉ですねこれは 1300m ぐらい糸が 取れます1個の眉からで、これが日本古来の皇室で買っている眉です可愛いピーナッツ型なんですけど小石丸と言いますで、これはなんと糸は400メーターから500メーターしか作れないそうです1個の眉からねでもほんのすごく細いんだけれどすごく強いんですってで、えっ、ー、と皇室のいろんな行事はこの絹糸から作られた布だけで行われているそうです さて、えー、今日のテーマのきびそですけれども、私が鶴岡を訪ねたのは2007年なんですけど、えー、製紙工場の草子場実はこれ、えー、ここの,あの習字の筆みたいなこれは、あの全部稲わらなんですね。稲,稲のわ,わらじゃない、稲穂なんです。稲穂のじゃないと、 眉の表面の硬いところを取ることができないそうですいろいろ実験したそうです動物のあの毛だとかでも結局は稲穂のえほあのお米を取った後の素材じゃないとうまく取れないそうですでここで表面の眉の硬いところを取ってこそげ取って巻き取られたのが厳そうですねものすごく太いんです こんんなに太いんですねですからあの実際織物の素材としては今は使われてません。あのかつてはシルクは捨てるところも全くなかったんですが、えー、自動化されて生産量が上がればゴミが生まれるというあの非常に皮肉なことなんですが私たちはこのゴミを使うプロジェクトをスタートさせたんですね。ただ最初はま 全くあの機械にはかかりませんでしたそれで、えー、手織りでこれは手織りで織ったテキスタイルです。もう動力食器では織り上げることができなくて、えー、製糸工場をリタイアした職人さんたちが手織りで、えー、布を作りました。で、えー、さっきのきびそを取る表面の稲穂もそうなんですけども。えー 鶴岡は米の産地でもあるんですねそれでわら作りの工芸を作る職人さんがいっぱいいます今でも歌舞伎俳優が使うわらは全部この鶴岡で、えー、作られていますたくさん職人さんいるんですねおじいさんばっかですけどあの <laughs> でその方たちに実はのきびそを使ってわらじを作ってもらいました、えー、つるつるになります 男の方に人気ですそれから、えー、機械で折れませんので、えー、やはりあの工場で仕事をしている人たちがあ手編みでクロシェの帽子を作りましたでこの手織布とこちら手織りですねでこれは手編みのクロシェなんですけどもあの下に敷いてあるのがこれは機械で折ったものですけれども えー、2年後に細いきびそを作ることができてそれまではあの全て手織りでプロダクトを作っていました。で5000デニールという太いきびそをなんとか織り機にかけられるような細さにする10分の1まで細くすることこれがまあ私たちの大きなあミッションだったんですけど。 えー、経産省の助成金を受けて機械を作ることができたんですね。それで分のあ10分の1まで不足することが可能になりました。で,できたのが、えー、と今のこの500デニールのきびそうです。で、これができるともう機械に入ります。 そこで私たちは早速デザインに取り掛かったんですけどデザインのアイデアは鶴岡の古道具屋さんで見つけた島織物のサンプル帳島帳です。でこの鶴岡山地にはジャカードがないんですねジャカード織物がないドビー初期しかなかったので私のスケッチブックは島のバリエーションばっかりになりました。 でもそれはそれですごく楽しかったですけど、で、その中から虹りのデザインをピックアップしてテキスタイル図案に仕上げます。えー、横糸に強粘紙を入れた時の効果を検証するために強度のある和紙を使っています。和紙は図案を描いた後、水につけてシワをつけたりしても全然問題ないので、いろんなことができます。で、仕上がったきびその虹り デザインイメージに近く上がって鶴岡の職人さんたちにも大好評でした。今ででも大人気きびそを使った布地はシルクならではの滑らかな肌触りはあまりないんですけど、えー、それはセリシンという、えー、タンパク質の一種ですねそれが含まれているからなんですね。 でセリシンを構成するアミノ酸組成っていうのは人間の皮膚の天然保湿因子と非常によく似ていることが分かってきました。でそこから私たちは、えー、セリシンを残したままの生糸とキビスを組み合わせてさまざまなテキスタイルを作り始めました。 実はつい最近先週のことですけど群馬県の繊維試験場で分かったんですけどこのセリシンにはなんと抗菌作用もあるんだそうです。ということは、えー、今本当にあの抗菌作用のあるいろんな素材が求められてますけれども、えー、そういう意味で時代にもあった天然の機能繊維と言えると思います。 きびその生産、それからデザインをして、ものづくりを始めてから5年経った頃ろ、びその残り布や端切れがどんどんたまってきたんですね。そこで、えー、私たちは布でつぎはぎっていう技法があるんですけど、その技法を使って、残り布を小さくカット、きびそのつぎはぎも作っています。作り方は後ほど説明しましまょう えまた、ビそう素材は多くのクリエイターにも魅力ある素材として注目されて、こちらはファッションデザイナーのヨガネルさんが正面に使われた事例、あとは若手のインダストリアルデザイングループ、イマジンがデザインした椅子という具合にえいろんな方々があと建築にも使われたりしています。で、最近私たちが取り組んでいるのは、おがらみ女子という。 蚕が最後に吐き出した糸の部分、ここの金属バーにこう絡みつくのでおがらみっていうようなんですけども、この素材を使って、えー、この金属棒に巻きついた部分を使って何かできないかなと。実はこの おがらみチョフレークのような塊なんですけど手で咲くと4枚から5枚にあの引き裂くことができるんですね。で表面にはセリシンがびっしりくっついてますから、えー、お湯の中につけるとそのセリシンが糊の役割をしてこういうふうにあのシート状にくっつく美しい被膜のようなシートが出来上がるんですね。で この私たちがやった庄、えー、内の絹産業から生まれたあテキスタイルの数々が2016年にアメリカの、えー、ニューヨークの、えー、クーパー・ヒュイット・スミソニアンデザイン博物館の展覧会に出品することになりました。この時3人の女性が選ばれたんですが実はリーさんのおうち、あのー、を訪ねて。 みんなであの楽しい時間を過ごしたのを今でもよく覚えてます、えーと。これはその時のポスターですね。で、この展覧会はすごく好評で、えー、2019年までアメリカ国内3カ所で、えー、巡回しました。で、えー、3人って言いましたけれども、実は私たち3人とも1 9 8 0年 4年に小さな、えー、布をつく作ったり布を使ったりする自分の、えーまあ、会社を起こすんですけれどもそれぞれがゴミの回収と再利用に80年代、えー、会社をスタートした時から取り組んでいたということで選ばれたそうです。クリスティーナ・キムさん、えー、彼女は えー、インドのおこれは手織りで織る、うん、素晴らしい綴り織りのようなあのジャムダニっていうんですけどこの生地を使ってお洋服を作りその作った服を、えー、買った方がちょっと古くなっちゃった染め直しをしてで 洋服を作った残りギレをすべてパッチワークにしてで、そのパッチワークでまた残ったものはこんな小さな宝石のような布のビーズを作っておられます。素晴らしい仕事でした。から、えー、ルイザ・チェベーゼはイタリーのデザイナーですけれども、マンテロの デザインをずっとシルク織物ですね。マンテロのデザインをしていて、そこで出るシルクの、えー、とレピアの食器の耳ですね。この耳をプラスチックの中に埋め込む再利用のプロジェクトを始めてたんですね。えっと、奥が 私たちのきびそで手前がルイザのプロジェクトです。え3人で、えー、この年はものすごくあったかかったんですよね、リーさん。もうニューヨーク、本当にあったかくて、これ真冬なんですけど、とってもあったかい。で、えー、っとこれはあスクラップスのカタログです。 カタログのこの表紙に使われているこの記事これはインドのブロックプリントの下敷きになって捨てられる布だそうですでこの布を貼った、えー、カタログの加工賃全てを実は無印良品がサポートしてくださいました、えー、何冊作ったか知りませんが同じカタログは1冊もない 素敵なカタログです、えー、私たちがこのスクラップス店に、えー、参加した時、まあ、私たちもいろんなあのゴミを使った布というか、えー、廃棄物を使った こういういうにあのこれちょうど私たち布を始めて10年経った時バーゲンをやったことがないもんですからあのいろいろ売れ残りだとかそれから切れ端だとかが残ってそれをなんとかあの再利用したいなって始めたあ継ぎはぎと呼ぶ生地ですけれども小さく残り切れを全部カットして丁寧に並べて。えー 一枚の布に作り直すっていう技法をまあ、開発したっていうほどのものでもないんですけども、それ以来いろんな素材で試しています。で、その時に注意しているのは、えー、浸水性のもの、それから吸水性のもの、まあ、要するに原油由来のものと天然素材のものを一緒にしないっていうことを。 心がけていますで残り布をこういうふうにちっちゃくカットするこれ全部私たちスタッフがあの手作業でやってます。でのりで貼って刺繍をしてで生地を仕上げるんですがこのシリーズはいろいろ今デザインを展開していってで実は あの2000年に私たちは5つ星ホテルのテキスタイルデザインを行うんですけれどもその時100点近いテキスタイルを日本国内で作りましたホテルは2005年にオープンしたんですけど2015年10年の歳月が経ってゲストルームをリニューアルすることになった時に私たちが、えー、ホテル側に提案したことがあります10年間ずっと 補修のために保管していたベッドカバーやクッション、ドレープなどの生地を処分しないで全て使い切りましょうと提案しました。全ての生地を同じ色に染め直して小さくカットして新しくなるゲストルームのベッドスローへ作り直す提案です。もう一つは染め直しが難しいカラフルな生地はパッチワークにしてゲストルームの えー、ベッドボードのパブリックパネルにこのようにしています。えー、さて今日本は5月5日の子どもの日を前にこいのぼりがところどころで飛び始めてるんですね。私たち布は2008年から日本の染色産地で作った生地を使ったこいのぼりを 世界各地で飛ばしてますなぜテキスタイルで恋を作るのってよく聞かれるんですけれど子どもの日に向けて恋のぼりを飛ばして子どもの日が終わると畳んでしまうまさにテキスタイルだからできることだと思います子どもたちの成長を願ってテキスタイルに込めた先人たちの思いを私たちは今も共有しています 私たちは毎日何百何千という素材を手に触れて生活してますが、これらの素材は全て地球から生まれたものです。地球は私たちの共産、共有財産であって、素材は無限ではありません。私たちものづくりに関わる分野では、資源の減少と製品の増加が同時進行してます。本来の地球を 未来の地球を意識した時どのような素材によってテキスタイルをデザインしていくか常に私たちに突きつけられている課題だと思っています2050年には石油が枯れるって言われてますけれどいやどうやらそうじゃないらしいでも石油からできた合成繊維は今 世界中のの繊維製品の6割を占めてていると言われていますこの先50年をにらむと石油由来のポリエステルやナイロンは完全にケミカルリサイクルが可能な時代にますます突入していきます。でその時に私たちがしなきゃなんないのはとにかく原油由来の布に関しては燃やさない捨てない。 全部作ったメーカーカに戻すそれで新しい糸,糸に作り直す。じゃあ天然繊維はどうすればいいか遺伝子組み換えでない古代種のブラウンコットンあるいは、えー、ミュールジングをしないウールをベースにして多年草で多様な品種を持つ朝朝は成長が早,早い朝もあります。 薬をまく必要もなないようなタイミングで成長しますその他に例えば杉もそうだしえ竹もそうだしえ和紙の原料である構造や三ツタなど天然の繊維を使えば持続可能な社会を実現されるできるはずだと一方使う側の私たちのえ触覚にキメを感じる感性それを研ぎ澄ましていけば その両輪が出会ったときに次の時代のテキスタイルがそして人に感動を与えるものづくりの未来が見えてくるんじゃないかなと思っています以上で私の話は終わりたいと思いますどうもありがとうございますありがとうございます須藤さんすごくあの改めて拝見をしていてちょっと質問をさせていただきたくなったんですがいいですかはい あのアップサイクルリサイクルということがあの須藤さんたちが手掛けられてからさらに今増えていってはいると思うんですでもそれが例えば一般消費者の方々にとってのそこに共感を生んだりそこを応援してもらえるような話巻き込んでいかなければいけないと思うんですよねそこに少し一つなんかハードルがある気がしてるんですまだまだその辺何か感じられたりしますか うん、あの実は私たち2003年からケミカルリ,リサイクルの,あのえ素材を使ってるんですけれどもで、えー、表示もしていますポリエステルは、えー、使わなくなったら戻してくださいって言ってるんですがなかなかね戻ってこないんです。で近代美術館スカンの、えー、モマショップなんかでもエコバッグとして 使われてるんですけれど、はいえー、発売してからもう七八年経つんですけど、まだでも皆さん使ってるのかもしれませんね。はい、一個も戻ってきてないです。<laughs> だからや,やはり、えー、とにかく原油由来のおものは捨てずにメーカーに戻していくことで必ずまた繊維に戻っていきますので。 一人一人がそういう気持ちになっていくことが大事なのかなっていうふうには思いますそうですね本当に一般の消費者の方も含めてその素材の名前を会話に出せるような世の中であるといいなと思うんですよね結局ミックスされた素材が多かったためにこれは何の素材だろうということをあの言えなくなっている気がして私やっぱり子どもの頃ってこれはウールだからとか これはコットンだからとかこれ朝だからシャリッとするねっていう会話があったと思うんですけどなかなか今の現代を見ていた時にいろいろなものがミックスされてきてしまって何それをこう知識として日常的になかった気がするんです長い間ああそうかもしれませんねだから私たちさっきもねあの家康さんおっしゃってたけど本当に一生懸命お小遣い貯めて一枚のシャツを 買ってた時代がティーンエイジャーだったので <laughs> でも今の若い人たちはもう本当にワンコインで T シャツ買えますものねだからやっぱり物との関係も変わってくるのかなという変わってきているんだなっていうのは感じますよね 本当にそのデザインという話の中においてはあのもったいないという話もされてたと思うんですけど大切にする気持ちをこう引き出すために確かに素材のことをこう分かるというきっかけがあるといいですよね。あそうですね。で意外にね、あのーえー、必ずどんなお洋服にも、えー、こうどこ製って書いてあるんですけど私も学生たちに。 最初入学式で初めて会った時にみんなの服ってど,どこでどこの国で作られてると思うっていう質問をしてたことがあるのね。そうそう、はい、それで日本だと思う人とか言うと結構ね。手を挙げるんですよ。そうなんですねで。じゃあ見てみてって言うとみんなしょんぼりするの？<laughs> <laughs> ですね。 先ほどの実は栗野さんのお話からもそうなんですけどあの友達のことは知っているじゃないですかそれこそ本当に友達の好きなものとか特徴とかでも例えば布というその1枚の素材に対してもこれはシャリッとしているからとかこれはシルクだから光沢があってとかきびそって言ってねっていうまでそで性格とか好きなものをこう語るみたいに語れるということが何かこうスイッチとしてあればいいですよね。うん そうですね、今でもほらあのさっき子どもたちの話もありましたけど今環境問題を真面目に考える天才っていうのが生まれてるじゃないですかスウェーデンでもコロンビアでも。はい、やっぱ天才ですよね。で昔はほら計算がものすごいできる天才とか。 漢字でも何でも全部覚えちゃう天才とか子供ってすごいそういう天才がいっぱいいたけど最近は環境問題に対して、えー、本気で向かい合う天才があのいてそういう人たちから実は社会が世界が大きな影響っていうか学んでますよね。そうですねあの 須藤さんはその山形県にも行かれてプロジェクトをされていて記事を国内で作っていらっしゃるじゃないですか。で今、私があの発信をしている藤吉さんもま,まさにあの記事作りをずっとやってきた産地なんですけど今後、そのやっぱり産地の可能性ってやっぱり感じられますか産地の可能性はい何かあの私やっぱりここに来ると 自分がいろんなことを知らななかったんだなと思ったたんんだと思ですねで知ることって面白いなと思うわけです。で日頃何になく着ていたものがこんなことをして作られているんだとかこういう素材が組み合わさっているからこんな光沢があるんだとか先ほどの,そのファッションの話じゃないですけど小さなそのディテールだったり素材だったり気づくっていうことで面白くなってくるんだと。となった時私たちの藤吉田の,あのスタッフの皆さんと。 産地のこう可能性って実はそういうところにもあるんじゃないかとものを作るだけじゃなくて伝える可能性があるんじゃないかと話をしていてまさに産地でものを作られている須藤さんにそのあたりを聞きしたくないって、うん、そうですねあのあとねすごく大事なのは、えー、今回トークでちょっと紹介したスクラップスの主任学年員の言葉なんですけどテキサイルアパレルき 関係の企業が年間に排出する、えー、産業廃棄物の量っていうのはエネルギー関係関連企業の次に多いんだそうですね。でアメリカでは年間およそ1500万トンの廃棄物を出してるんだそうです。で特に生産工程がテキスタイルってすごく多くてかつ一番長いんですって。でどの段階でも 猛烈にゴミが出るんで,す、ね、であのまあ,あアパレルという、まあ、今言われているそのファーストファッションの良し悪しっていうのは私はコメントはできないですけどやはりあー今その1人当たり廃棄するお洋服の量たるやもう30キロとか。 自分の体重近いぐらいの量の衣服を捨ててるそうですよ毎年毎年。で私たち私はねものすごくあのテキサイルに関わる人間としてあと工場の人たちともよく話すんですけどやっぱり全てのデザイナーあと企業がこうした現実から絶対目をそらさないで。 問題に立ち向かっていくということが必要だと思ってるんです,よ、ねそうですね、先ほどのおっしゃられたその海外の若者たちその天才環境にものをまあ申す天才たちもまさにその提言をしていると思うんですよねこういうことから目を離してはいけないとでもそうやってその人に巻き込んでいく伝えていくということはとても大切な部分だということですよねそうですね。 最後の質問で本当にこれで最後になってしまうんですが須藤さんにとってテキスタイルって何ですかテキスタイルね、はい、もでもテキスタイルなかったら生きていけないのでもう本当に生活そのものだしあと死ぬまでテキスタイル作り続けまあでも本当に身近なので、はい、誰にとってもそうです、ね、私にとってはやっぱりもう暮らしそのものですね。 本当に人類の歴史ももうテキスタイルの歴史ですもんね。この中において多分あの皆さんこう世界中の方は今日あのご覧いただいてるんですが改めてそのテキスタイルの可能性だったりで実際自分たちがこう知ってるシルクとまた違った表情のシルクの世界だったり。 さらにやっぱりそのスクラップのプロジェクトも通してですけどやっぱりものづくりのまだまだこう突き詰めていける部分発見していける部分というものを感じていただけたんじゃないでしょうか本当に私はあのテキスタイル大好きなんですであの最近洋服を見ているよりも布をまといたいと思ってしまう多分ここに一つねやっぱり新しい可能性もある気がするのでまたぜひあの今度布にもお伺いしてまた布の話をさせていただきたいです聞きたいです ありがとうございました。ありがとうございました。Especially, Reiko, I think next year we want to talk with you about um, your discovery of the old fibers. You wrote a beautiful article for our New York Textile Month, and I think that's also such a promising story for the future. So I'm, I cannot wait for next year. Thank you so yeah. much. Yeah, that would be wonderful to do together. Like yeah. I think we we do have many like uh um bust fiber, which is really important for us. Yes, 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 and I I hope also in Europe we will start developing nettle, which is you know, nettle some... is a very, very important, yes, yes. Yeah. Mm -hmm. So from Nepal yes well mm -hmm. we we can grow it actually everywhere, I think, because it's a nasty thing, but it you know it makes beautiful fiber and also, I would like to do kuzu mm -hmm. I don't because, know yeah, but kuzu is the uh, one of the worst fiber in um, uh, northern America because the um, kuzu plant uh, exported to America uh-huh. Uh, from from Japan, and uh, there is a completely different like a uh, uh, circumstance, like a uh, uh, weather, and mm. it's extremely badly explore. Oh, what what is saying? So we have to manage that. Do something together to make fiber out of the uh, kuzu material. <laughs> Let's try start doing that thank you so much for all thank your thank you interviews. so much i love you Jacket. thank you bye-bye